皆さんこんにちは。先日今シーズンの全日程を終えた中日ドラゴンズ、今季は序盤から低迷し、常に最下位を走るとビジター14連敗、借金29、チーム得点数400点以下という数々の不名誉な記録を更新。さらに令和の米騒動をはじめ、さまざまな内部事情の告発で話題となるなど、悪い意味でかなり目立つシーズンとなってしまいました。それでも来季続投が決まった立浪監督、オフには大幅な首脳陣の変更が予想されていましたが、先日一部のコーチ就任と対談が発表され、大きな話題に。そしてファンからは来季も期待できないと、すでに諦めモードの様子。一体何があったのでしょうか。そこで今回は中日の来季の首脳陣についてとご紹介していきます。中日は3日、最終戦の巨人25回戦、バンテリンドームを1-3で敗戦。今季を56勝82敗5分けで全日程を終えました。現在5位ながら、4日のヤクルトの試合結果では球団史上初の2年連続最下位の可能性もある状況。最終的に借金26で終えた立浪和義監督は、秋からオフ、来年のキャンプに向けて非常に重要な時間、我々が少しでも選手の意識を変えられるようサポートすると3年契約3年目で正念場の来季を睨みました。振り返れば今シーズンは苦悩の連続でした。昨オフの血の入れ替えを経て迎えた今季でしたが、アキーノ選手ら外国人が機能せず、就任直後から取り組んでいる現有戦力への打撃指導も実りませんでした。若手の積極起用からやむを得ず全面起用に舵を切り、岡林選手が一本立ちし、現役ドラフトで獲得した細川選手も飛躍を見せましたが、石川選手、リューク選手、村松選手、福永選手らに出場機会を与えたものの、来季計算できるまでには至っていません。先日の最終戦後のセレモニーで挨拶した際には、今年のドラゴンズへの成績と私への批判不満、これをしっかり受け止めて秋から再出発します。今年この成績にもかかわらず、たくさん球場に足を運んでいただいた。それは若い選手への期待、そしてファンの皆さんのドラゴンズに対する熱い思い、そう受け止めていますとコメント。ファンからは怒声を浴びせられるなど、殺伐とした雰囲気となっていました。それでも立浪監督は、私には若い選手を一人前にするという責任があります、そして来年生まれ変わったドラゴンズを皆さんにお見せできるよう秋から全力で頑張ってまいります、来年期待していてくださいとコメント。巻き返しに燃えているのは伝わります。そして4日には中日新聞本社で大島宇一郎オーナーにシーズン終了報告。その後の取材で、今年も不甲斐ない成績になった、得点が取れずディフェンス面を含めて反省点の話をしたとコメント。来季へ向け約1時間の話し合い、多様です。来季は3年契約の最終年、コーチ陣の入れ替えなどを慣行し、巻き返しが必須条件。今年の反省を踏まえて、ある程度の実践練習を春からではなく秋からケース打撃、走塁練習も取り入れたいと立浪監督。そして先日、肝心のコーチ人事について方針が固まったと報じられ、二軍監督の片岡氏がヘッドコーチに、二軍監督には元 OB の井上和樹氏が就任する方針であることが分かりました。一軍ヘッドコーチを任す片岡二軍監督は、 PL 学園時代に甲子園春夏連覇を達成した戦友、就任以来二軍に分かれて指揮を取りましたが、2年連続 B クラスのチーム成績もあり、阪神時代にヘッドコーチも務めた盟友にサポート役を任せる予定。新たな首脳陣で若手選手の底上げを目指します。しかしこの人事にファンから早速反発が起きているというのです。一体なぜなのでしょうか。まず立浪監督も片岡氏も先日の通り、同じ PL 出身の同級生、いわば同胞なわけなのですが、トップ2人が仲良し小良しの人事は意見も言えず、監督の暴走を助長するとしてファンからは忌避されています。実際ヘッドコーチは監督に対し進言したり、作戦面の運用を行うのですが、時には押し切る必要性があります。逆に監督の采配を止める役割も持っており、強い信頼関係と何でも言える関係性を築く必要があります。そういった意味では2人はいいのかもしれませんが、仲良しゆえに進言できない、しても説き伏せられるといった場合もあり、
仲良しだけでヘッドを任せるのはリスクが高いです。また片岡氏は2軍監督時には1軍と意思疎通ができていない状態になっており、さらに2軍の選手運用も新人にかなり投げさせるなど疑問の残る起用もしていたため、余計にファンは不安に感じている様子。阪神時代の打撃コーチ時代には野手の成績を下げたとして辞任しており、評判は良くないです。一方、2軍監督に就任予定の井上氏については好意的な意見が多く寄せられており、崩壊している選手の立て直しに期待が集まっています。ただ4日には新たにコーチの就任と対談が報じられ、西山秀治1軍バッテリーコーチ、荒木正弘1軍内野守備走塁コーチ、中村典弘2軍打撃コーチが今季限りで退団すると発表。合わせていずれも今季限りで引退した大野翔太捕手がバッテリーコーチ、殿上直道内野手が内野守備走塁コーチ、福田信正内野手が打撃コーチに就任することも発表されたのです。新コーチの 1,2 軍振り分けは未定ですが、優秀と評価の高かった3コーチが退団し、今季引退したばかりの選手3人がまとめてコーチにつくという異例の事態に、立浪監督は生まれ変わると宣言していましたが、結局就任はほとんど身内枠ばかりとなっており、これには来季も期待できないという声も多数上がっています。もっとも片岡氏と違い未知数な部分も多く、もしかしたらハマる可能性もあるかもしれませんね。ただ中日はこれまでコーチ経験のない人材をコーチにし崩壊させてきた歴史があります。直近で言えば朝倉投手コーチと大野雄大選手の確執をはじめ、投手崩壊がいい例でしょう。そうした過去もあり不安を覚えている人も多い様子。引退したばかりの選手がコーチになることはよくあることなのですが、3人も一気に就任するのは異例です。おそらくですが何人か声をかけていたと思うのですが、断られたりでコーチが集まらなかったのかもしれませんね。シーズンを終え続々と人事が発表されている中日、今後の予定では9日から10月末までの宮崎フェニックスリーグに石川選手、根尾選手らが参戦予定。11日から始まる名古屋球場での秋季練習も人数が限られるが、ブルペンで投球するなら実戦で投げてもらいながら実戦形式をやりたいと、生きた球を使った実戦想定練習を交える予定です。10月から攻守の技術向上を開始し、フェニックスメンバーも戻る11月からの秋季キャンプではさらに全員スキルアップに舵を切ります。大島オーナーも非常に苦しいシーズン、若手を積極的に活用し様々なやりくりがなされたが、課題の得点力アップは克服できなかった。投打ともに楽しみな選手がたくさんいる。これらの力を引き上げチーム全体の力として束ねることが上位に食い込むには必須、優勝争いができるチームへの成長を期待しているとコメント。背水の就任3年目へ、立浪龍が新たな首脳陣を迎えて始まる3年目、果たして今後どのように変わるのか注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。